パワーブック100パワーブック g 4 5アルメイナムパワーブックはアップルがかつて製造販売していたノート型マッキントッシュである1991年に発売開始され1995年まで MC68000 系統の CPU が搭載された初代パワーブックの3機種は標準でハードディスクを内蔵し 以後に発売されているノート型パーソナルコンピュータで一般的なキーボードの前にパームレストとトラックボールを配したデザインの先駆けとなった。さらに140と170はデスクトップパソコン並みの外部インターフェースを持っており外付けモニターとキーボード、マウスを接続すればデスクトップパソコンとしても利用できた。また、デュオシリーズは外部インターフェースを省略する代わりに デュトックと呼ばれる専用のドッキングステーションと合体することで面倒な接続作業を経ることなくデスクトップパソコンとして利用できた。デスクトップパソコン同等の性能と使い勝手を重視する姿勢はパワーブック G4 に至るまでのパワーブックの伝統となった。1995年からパワーブックはパワー PC に移行し性能を大幅に向上させた。 パワーブック 3400C や初代パワーブック G3 は当時のデスクトップパソコンの最上位機種に匹敵する高性能マシンであった。両機種やパワーブック 1400C、1400CS はホットスワップ可能な拡張米を一機備え CD r o m やフロッピードライブなどの拡張に利用された。さらにパワーブック G3 は拡張米が左右に2機に増やされ、 両方にバッテリーを挿入すれば長時間駆動が可能になった。長らくマッキントッシュのノート型機はすべてパワーブックの名が付けられていたが、1999年にアイブックシリーズが登場したことにより、パワーブックは高機能モデルに位置付けられた。2005年にパワーピーシ c からインテルコアへの移行に伴い、製品名称も MacBook Pro へアイブックシリーズは MacBook と移行した。ノート型としては業界に先んじて、スカジー、トラックパッド、ワイド液晶や、ギガビットイーサネット、DVI、ファイ r ーワイヤー8 0 0バックライトキーボードなどを搭載してきた製品であった。傾向性が求められる日本向けとして、ハードウェア開発と製造を、日本の IBM が行い小型軽量に特化した、PowerBook 2400C も、 パワーブック 3400C と同等のスペックを持っており、性能面で妥協はしていない。また、パワーブック G412 は 2400C 以降に、作られたポータブル Mac の中では最も小型で、軽量な機種であった。MacBook Pro と MacBook への移行に伴い、パワーブック G412 は廃止されたが、小型ノート型パソコンの血統は、MacBook Pro13 へと受け継がれている。 パワーブックデュオシリーズと1994年以降発売されたパワーブックに対してパワー PC603E へのアップグレードサービスが実施された。マッキントッシュパワーブック100シリーズマッキントッシュパワーブックデュオシリーズデュトックにドッキングさせた状態のパワーブックデュオシリーズは標準でほとんどの i、o ポートやフロッピーディスクドライブを内蔵しない代わり、i、 オーポートとベレムを積んだデュオミニートックやデュトックで、畳んだ状態でドッキングさせて、デスクトップ型マッキントッシュとなることができた。デュトックには、標準でフロッピーディスクドライブを内蔵しており、フプーも搭載可能で、内蔵3.5インチ HDD も積むことができた。またニューバススロットを搭載していたためニューバス、グラフィックスカードを搭載することでより高解像度で、画像を表示させることが可能だった。 またキーボードのパーツは、初期デュオ210と230に搭載されたタイプ A から合成が改善され、デュオ280と 280C に搭載されたタイプ E までの互換性がある5種類が存在する。マッキントッシュパワーブック500シリーズマッキントッシュパワーブック19 190、190CS1995 年8月、発表 68LC040。 33MHz 搭載。パワーブック5300シリーズの廉価版。パワーブック G4 の一部モデルのバッテリーに不具合があり、無償交換が行われている。ディスプレイを閉じた状態で、パワーブック G4 を使用する方法。マッキントッシュパワーブックプロセッサーカード。ロジックボードアップグレードキット。宿マッキントッシュ30周年。バイオにも影響ソニー製のパワーブック 100Mac。 週刊 ASCII.http コロンスラッシュスラッシュウィークリー .asci.jp スラッシュ l e m スラッシュ000スラッシュ000スラッシュ204スラッシュ204230スラッシュマッキントッシュパワーブック150技術使用サポート .apple.com 2012年8月23日閲覧マッキントッシュディオミニートックマッキントッシュパワーブック550シーハット 米国で、マッキントッシュの欠陥公表、無償修理を広告パワーブック190-5300シリーズについて、p c ウォッチ、h t t p p c w a t c h i m p r e s s c o j p d o c s a r t i c l e 9 6 0 5 1 3 a p p l e h t m h a アップル、アメリオ氏としがしの記者会見を開催。 パワーブック1400を発表。PC ウォッチ2012年5月9日閲覧。Apple がアメリオ会長の記者会見を開催。パワーブック3400、クイックテイク200を発表。PC ウォッチ2012年8月23日閲覧。ありがとうございます。